最強への道を駆け抜ける者たちへの夢の架け橋、そしてそこは人生を駆けるリング、ディープ50インパクト。リキ VS リュータ、偶然絶望のどつき合い、松本涙のフェザー級体感、さらば女王ミク、ロードトゥードリームライトヘビー級トーナメント、つらい男泣きの初タイトル、メガトン級初代王者決定、挑戦者を打つか、傭兵石間を制す。格闘技のためなら一肌も二肌も、宮田ぶっく抜きのジャーマン、これで30秒、出た三日月蹴り菊野克典、池本ダブルパンチ炸裂、待ってたオビア2年ぶりの復活 KO、暴言スーパールーキー現る、バンタム級初代王者はアシカン銃弾、池本地元大阪で悲願の王座に、韓国人王者誕生。キムドンヒョン長谷川を倒し世界へ、クイーン対決制したのはミック、渋すぎるイブシギンのディープ、ああブスタマンチのギャラは高かった、長男リュータ因縁の対決に決着、横田激闘を制する、妖怪今成蹴り上げで一撃、衝撃の女子格最強決定戦、オビアライト級王座をかけタイマンバトル、無念の流血ドクターストップ、勝者長男今成前田の名勝負数え歌、ハイドハイチック一戦、石井純ありがとう、さようなら、これ以前のお話は後ほど、とにもかくにも超満員御礼、ディープ50発目のインパクト、ローキック、右、はい、餌にしてですね、あの相手が入ろうとするところをそのパンチでカウンターためですね、はい、選手、さあ左フック出していきました、キャリアがありませんから経験の差というのが少し出てますかね、リング上、まあでもそんなことない、はい、今カウンターで右か、こういう一発あるからあれですよね、はい、ワンツーを出していきます、踏んでからの膝、寺田前出る、膝を生かしたいですね、はい、右、あダウンダウン、キーダがキーダがストップ、またもやノックアウト、中村優作最後は一発で決めた、これで3試合連続ノックアウト勝利、中村優作、これは衝撃の関東デビューになりましたね、バンタム級の新戦力として期待された中村アイアン広志ですけども、はい、まあ初戦でつまずいてしまった、あっと右が入った、左が入った、和田の右が入りました、つまずいてしまってですね、おそらく佐伯さんの頭の右が入った、中村の右入った、さあ鉄を落とす、
アイアンが膝、左を出しました。左から右、パチと連打、パチと連打、膝。アイアン押してきましたね。圧力をかけてきました。あ、できたんです、ね、さあここでバックを取りました、はい、サイドを取った、はい、あ、マットヒューズポジション、ここでパンチの連打、残り時間がほとんどありません。判定は3対0、中村アイアンヒロシが勝ちを収めました。さあ左、右のアッパー、追いかけるのじ、前蹴りかジャブで突き放した方がいいですね。さあ組んでいきました。組まれたらすぐ離さないと。また首相撲です。バボ選手、あのパンチまっすぐ打ってないですね。バレーボールの感じで叩いてスパイクの要領ですか。まあスパイクパンチという見方もできますけどね。なるほど、はい、デビュー戦ですからね、はい、今自分が何やってるかもよく分かってないかもしれないですよね。まだ無我夢中というところあるんでしょうかね。デビュー戦で野次選手ってちょっときついですね。ねえ、やっぱもう膝、ああ崩れた、さあ崩れた、これストップになった、ためになった、ストップ。勝者赤村のじりゅうた、のじりゅうた、長尾に対して格闘技の厳しい洗礼を浴びせました。さあ首を取った、プロのチョーク、プロのチョーク、さあどうだ、これを抜きました。ただ格闘技をやるという意味においてはどうなんでしょうかね。あと、失敗されましたね。大きなマウント。格闘技でも全然問題ないと思うんですけど、ただしばらくやっぱそのキャリアがやっぱり長くやってなかったんで、はい、まあ、そのブランクがすごい心配です、ね、あ、そうですか、はい、さあ上になったモンマが肩固めの体勢でしょうか。肩固めを狙いに行きます。得意ですよね、モンマ選手ね、はい、さあ肩固めを狙っていく、矢を動けないか、健吾さんこれどうですか、はい、あ、決まった、山本タップ、モンマ一本勝ちを決めました。かなり悔しい思いというのがあったんでしょうね。あの DJ 選手のじゃすごかったですからね、はいはい、壮絶な殴り合いでした。さあ組んでいきましたジョン・ジンソー、ここは引き込んでいきます。マッハさん、やはりこの、はい、あっと右入った、庄司の右入った、さあパウンドをまとめる、パウンドをまとめる、さあ庄司のパウンド、庄司のパウンド、あ、止ま、あ、これ止まっちゃダメなんですよね、はい、ここで足を使ってクロスガードはジョン・ジンソー、完全に足に意識がいってましたね、はい、はい、ボディから顔面、うまいですね、十字だけ気をつけた方がいいですね、はい、これ下から十字固め狙ってますかね。足が非常に長いジョン・ジンソー、庄司選手本当パンチ力があるんですよね。自分の拳をちょっと痛めちゃうぐらいパンチ力を持ってる選手なんで、ははパウンドも強力だと思いますけどね、ただマハさん、これ下からの蹴り上げ要注意ですよね。そうですね、さあパンド、あっとこれもダメか、ダメか、さあどうだ、当選一方、止めた、止めた、止めた、勝利、ノックアウト勝利、庄司快勝、見事なノックアウト勝利を飾りました。殴り合いか、ミドルキックを出しました。いいですね、右のパンチ、おお柴田、さあハイキック、かわされた、かわされた、さあ下になりました。さあこれはマッハさんから伺いましょう、はい、あーっと下から入ってますね、下からこれは十字固めですか、三角ですか、三角ですね、三角十字、あ、さあ下から三角締めを狙っていく、これはどうだ、さあどうだ、抜けてる、あーっと足が抜けたか、中西動いていく、あーっとこれを抜けました。あのドリームのイベントプロデューサーもですね、はい、できないですね、マウント、はい、さあマウントを取りました。もっと仕掛けたいですね、柴田選手、下からブリッジで、そうですね、はい、もっと揺さぶった方がいいですね。中西はマウントからパンチを落としていきます。怖さがあったんですけど、今なんか見てるとやっぱ柴田らしくないっていうか、あ、まあ、落ち着きすぎだって感じですね。なるほど、はい、テクニックを覚えた分こじんまりとさせちゃったんですかね。おっと止めた止めた止めた、パウンドの連打、柴田は動けませんでした。いやらしくないな、いや前は負けてもなんかもうなんていうのか、もうほんともう飛び、第7試合バンタム級 62kg 以下契約で行われます。そしてこの一戦は3ラウンドルールです。ドリームであのハイキックの時に私の落としたと思ったらしいんですよね、はい、はい、さあ前出ます、前田、前田が前出る、あーっと三日月か、ボディに入った、
でもうまく足取ってますね。はい、大塚足を取ります。アッパー、アッパー、さあ右のストレート入った、パンチパンチ、大塚のパンチが入ってる、大塚のパンチが入ってる、膝やろ。あ、さあ前田まだ立っています。大塚前出る、パンチはかわされて、あっと前田が上になります。さあハーフガードから今足を抜きに行く、あ、立ち上がった、膝を使います。大塚も動く、残り1分を切りました。第2ラウンド、さあガブっていきます。大塚これは譲りたくないですね、はい、選手。ここから頭部への札は禁止されています。大塚が得意なはずなんで、バックに回る、あと1ランであればどうかなっていうのはやっぱりだいぶあるんで。なるほど、はい、おっと一瞬滑ったか、右のパンチ詰めてもいいぐらいですね、今ね、はい、さあ打ち合いになる、ここで勝負をかけるか、まもなく残り1分を切ります。2人がハイタッチ、左入った、前にも左入った、バリュータイムですね、バリュータイム打ち合いの展開になりました。さあ非常に緊張感が増えるリング上、多分お互い強いなと思ってやってるんでしょうね、この瞬間を楽しんでいるようにも見えます。さあ首相撲から大塚、入ってる、アッパーからフック、前田も返す。健吾さん、はい、この打ち合いどう映りますか。いやもうちょっと黙って見ていたいですそうですか非常に緊張感あります。右大塚、右ここでタックル、あ、前田きつか、すぐ立ち上がる、テイクダウンしたいですね、右入ります大塚、印象のためにテイクダウンしたいですね、はい、残り10秒切っています。さあ最後一発あるか、打ち合いだ、打ち合いだ、ロックが来た、試合終了、判定に入ります。勝負は判定決着となります。ジャッジ芹澤、青前田、前田の勝利、前田生き残った、大塚敗れる。接戦をものにしたのは前田芳郎でした。勝ったって全然思ってません。顔こんな見てわかる、前の人わかりますよね、ボテ込まれて、全然勝ったと思ってません、できればもう一度大塚選手と、まあこのまま勝ち逃げしたい気持ちの方がでかいんですけど、男として、大塚選手またもう一度勝負してください、お願いします。まあでもジャッジ3人いて2人前田選手で1人ドローなんで、いやこれでまあ俺もまあやりたい気持ちありますけど、いやまあ申し訳ないんで、前田選手は上行って頑張って、俺はもう一度OK じゃあもう一回やりましょう。改めまして譲り合う両選手に盛大な拍手を。ぜひ両選手の再戦にご期待ください。昨年の12月、格闘界の転向を発表しました。あれから10ヶ月、さあどこまでこの格闘家として生まれ変わっているかどうか、その姿ですよね。そうですね、まあ、ただこの体の大きさというのは大きな武器になりますね。そうですね、あー得意入りましたね。さあフロントチョークを取りに行きます。庄司以上2対0をもちまして勝者庄司アキラン。判定は2対0、庄司アキラの勝利が告げられました。100回大会まで佐伯さん生きていってください。はい、祝50回超豪華後半戦、いってみよう。自分のホームなんで、どこに行っても必ずディープには戻ってくる。多分ディープとずっと一緒にやってきてなかったら、とっくにやめてたんだろうな、続けてこれなかったんだろうなって。
できませんか。デビューのチャンスをいただいたんですけど、チャンスをもらったままで僕が飛び出してるので、10周年の大会に僕は出るっていうことで、別に恩を返してるつもりは全然なくて、僕が納得したいっていう。ディープチャンピオンの僕が世界一になる、それが僕の一番の恩返しだと思ってるんですよ。今夜佐伯茂を泣かせる男は誰だ。おめでとう、ディープ50。ディープ生まれのピラニア、長男亮がリングインです。日本の長男亮、まずはミドルからハイ、そして組んでいきます。引き込んでいったムンジュンヒ、まあ、そういうワナさんもね、武器の一つですからね、はい、さあ上からパウンド、長男がパウンド、マットヒューズポジションですね。そうですね、腕をしっかりと固定しました、得意のマットヒューズポジション。残り1分を切りました、第1ラウンド。まだあとなんかマントまで行かせて、これヒーローホールド、ヒーローホールド、ここでヒーローホールドは抜けるか。またアキレス腱か、抜けました、パウンド。この状態で殴り続けたい。さあパンチの連打、顔の前に手を置いています。あ、止めたか、止めたか、湘南の勝利。あまりいいパフォーマンスできなかったですけど、大晦日には万全に仕上げたいと思うので、ドリーム関係者の皆様よろしくお願いします。ミノアマンが8年ぶりにディープに参戦します。8年前にはなかったこの入場テーマ、ミノアマン、一瞬キムチャンヒが佐伯さんに見えちゃいました、ね、全く同じこと思ってました。後ろ姿確かに出ますね。さあこの体格差、あ、投げた、フロントスープレックスか、すごいな、フロントスープレックス、
すごい上になりました。ミノアマ腕を固めようとしますが、これはキムチャンヒもディフェンスするか。ミノアマ選手の近くだ。あー決まった。アムバ最後はストレート。アムバミノアマン、またしても無差別の戦いを乗り越えた。8年ぶりのディープで嬉しい白星。ディープ50周年ですので、あ、50周年頑張りましたね。50年ですからね。ちょっと気合入れて帰りたいと思います。ね、ディープは順調に栄えていて面白い、お祝いの気持ちで参戦しますと語っていました。裏バカの菊田さなえ、右ストレート出していきます。さあパンチの連打、君作パンチの連打組んできました。菊田マハさん、今ちょっと怖い場面ありましたね。そうですね、相手思いっきり良かったんで、はい、ちょっと当たっちゃいました。ただここはすぐに組みに行きました。そのスピードのある、あの回転力のあるパンチトレードしますからね、はい、マットヒューズですね、ポジションですね。そうですね、さあマットヒューズポジションから顔面にパンチを落としていく。さあパンチをもらっている、顔面にパンチをもらっている。さあどうだ、動けない、止めた止めた、危なげなく勝利。菊田さなえ9年ぶりのディープで勝利を飾りました。年末ですね、次はやりたいんで、よろしくお願いします。お前も、ありがとう。プロデビュー戦を飾った思い出のリングこそがディープです。その10周年記念大会に喜んで名乗りを上げました青木真也、6年ぶりのディープとなります。突っ込んでいきます青木、捕まえるか。さあ担ぎ上げた、担ぎ上げたマッハさん、これはもう体格差がありますね、かなり。そうですね、はい、さあ簡単に青木が上になりました。これはもう危なげないと言ってもいいかもしれません。マウントを取った青木、今日が32戦目の MMA、 サイドを取ります。ここからさあ腕を狙いに行くのか。これはマッハさん、これどこを決めてますか。もう三角、あの横三角ですね。横三角ですか、はい。いやもうこれ完全入っちゃってるんで、決めようと思えばもうこれで決めれると思うんですけど、はい、しかも、まあ、左腕も決めてますかね。そうですね、そうですね。まあなんかあー決まった、盤石の勝利青木。ディープ10周年白星でお祝いします。熊久保さん、はい、このまた年末に向けて僕が盛り上げますので、日本の格闘技皆さんよろしくお願いします。今日はありがとうございました。さあ姿を見せました DJ 大輝、新しい入場テーマ曲、そして振り付けを披露します。両者の持ち味は対照的です。ミドル、そうですね。さあタックルに行きます。これは切ります。上になりた、下から今なり、さあ下から十字固めを狙っていく。これはどうだ、動くか動くか動くか、伸びるか。さあどうだ、さあどうだ、 DJ も足を使う、足を使う。さあ腕を伸びるか、腕式、腕式。第1ラウンド残り1分切った。嬉しき伸びるか伸びるか、さあどうだ、ディフェンスする。なんとかクラッチを使えた DJ。 しかしここまで足を上手、あーっと足関節、足関節。さあヒールホールドか、ヒールホールド。あー抜けたか抜けたか、足は抜けたか。マーさん、これ抜けましたか。そうですね、大丈夫ですね。いかなければっていう足関節。さあ健吾さん、試合がかなり動いてきましたね。そうですね、ミドルハイキック今成の勝利、判定は2対0。今成正和が DJ 大輝を下しました。ぜひもう一度一個上のステージでやりたいなと思ってます。応援をします。ありがとうございます。今成選手に盛大な拍手を。
両者は1年前にも対戦がありました。その時は判定で白井優也が勝ちを収めています。いつもトレーニングしましたからね。ははー、うん、あー首が入った、身が入った、パンチが入った、効いたか、白井のパンチが入った、相打ちみたいな形で入ってまいりました、さあフロントジョーク、白井のフロントジョークだ、これはどうだ、さあどうだ、まさんこれどうですか、あーやばい、入ってますね、入ってますか、あさあチャンピオンがここで攻める、抜けました、抜けました、そんな展開ですよね、さあ足を取りに行く、岩瀬が足を取りに行きました、しかし首を抱えています白井、そうですね、さあ組んでいって投げるか、あっと滑りました、チャンスですね、これはバックに回った、ここから岩瀬バックに回る、足をこじれました、一番最悪な展開になりました、なるほど、これなんとか向き合いたい、向き合いたい、うまいですね、今度はバックを取り返した、そしてアームロックか、リクダウンを許しません、右ミドル、崩れたか、崩れたか、一番効くパターンですね、右のミドルが入った、あ、求めに来ましたね、白井選手、あー、そして肩固めに行くか、赤白井、赤白井、以上、5対0で落ちました、勝者赤コーナー、白井優也、判定は5対0、白井優也が防衛に成功しました、また、リープを背負って、ドリームで活躍したいと思います、よろしくお願いします。リミットちょうど1回の計量でパスしています。格闘技のおもちゃ箱ディープ、2001年に産声を上げて10年目、さあゴングが鳴りました、壮絶な試合の予感、いきなり打ち合いだ、手を合わせる前に乗りにいましたね、はい、さあ強打仕掛ける、組相撲から膝、後ろに交代する、さあ前に出る、タックルに来ます、オビア、さあ首を取っています、膝を使いました、これは空振りになりました、いやマッハさん全力で振ってきますね、はい、そうですね、オビア昔からの回転早いんで、はい、あ、前出る、シュートが前出る、膝を使う、膝を使う、オビア昔キック、はい、昔あの結構癒し系キャラだったので、ええ、急にぶっ壊しキャラになりましたその辺りは時代とともに変化でしょうか、と殴りに行きます、菊野が膝、健吾さん、はい、かなり菊野の膝が効果的ですね、いやいいっすね、なんかもうオビア選手がガンガン出るイメージあるんですけど、それ以上に菊野選手はもうどんどん自分から攻めていくんで、ブレイクがかかりました、さあ殴り合いか、殴り合いだ、殴り合いだ、危ないですね、お互いパンチを打っていく、さあ一発がある、キクノ笑ってますね、あーこの戦いを楽しんでるんでしょうか、左から、あ、聞いてるか、聞いたか、聞いたか、ボディ来ましたね、組んできましたキクノまたここでハイタッチ打ち合おうという合図でしょうか、2度目ですね、2試合目ですね、わー来ましたね、ここで三日月が出ました、さあタックル潰します、左か右、あーっと入った、入った、聞いた、聞いた、聞いたか、菊野の後ろに下がった、笑っている、菊野が笑っている、さあ打ち合いになった、オビアの左フックが顔面を捉えた、あ今一瞬食らってきましたね、終わりましたね今、そうですね、オビアもあそこに行かないとダメですね、はい、もうやはりそれ体力残ってませんがね、ここで菊野倒しに行くか、倒すか、倒すか、大宮が上になった、大宮が上になった、さあ残り時間がない、残り時間がない、さあどうだ、マウントを取った、マウントを取った、しかしさあどうだ、パウント取れんだ、パウント取れんだ、残り時間がない、残り時間がない、さあどうだ、残り時間がないぞ、大宮どうする、さあここでバックに回ったぞ、大コング試合終了、勝負は判定決着、キングの菊野勝利、キングの以上4対1を決めて、判定は4対1、赤コーナー菊野勝則、菊野勝則が防衛に成功しました。ディープの10周年50回大会のメインイベント、菊野勝則が勝利で飾りました。チャンピオンベルトが今菊野勝則の腰に巻かれます。まずオビア選手、本当に強くて、戦いたい、また戦いたいと思う選手です。今日はありがとうございました。
あのダイナマイト出たいです。もっとそれまでには絶対に強くなってますんで、どうかよろしくお願いします。まあ今日本当に勝った選手も負けた選手も本当に感動ありがとうございました。この10年僕は最高の幸せです。ありがとうございます。すいません、タイミングが全くダメでした。これからもディープインパクトにご期待ください。皆様本日は誠にありがとうございました。記念撮影を取り行います。順番に皆さんに時間が回るように記念撮影させていただきますね。